半間家の本家の半間岩尾先生です。私はね、横浜ね、総合労災病院だったかな、の設立でね、学者として博士としてですね、派遣で契約では仕事内容はともかくね、簡単なバーコーダーの施設と、あと、実際の私の仕事ですね、学者としての契約での仕事ですね、でしたけれども、創業の仕事をちょっと東京に行った時、私東京生まれですから、したこ医療関係のね、開発、超音波相談、超音波スキャナーとかね、二十歳代の時に僕は開発などもしてきてるんですね。で、まあ、医療用の安全な装置ということだけをね、コンピューターに関連する、研究開発をしてきてるんですけれども、まあ でかい会社では研究所は一番トップの技術を持ってまして、でかい会社にはいくつも勤務しております。研究所ね、 IBM の研究所でも勤務してますでね、今回はね、私がね、美人の女性が非常に好きなんですけども、なぜ好きかというとね、女の人、美人の女の人っていうのは丈夫な子供を産むんですね。いや、それでね、なぜいいかと、男にないね、生物製造装置を持ってるんですね、体の中にね。で、その生物製造装置というのは、ただね、人間の場合は生物製造装置をね、すぐね、年取ると破壊してしまいます。で、若い時だけ子供生まれるわけですね、いい子供がね、美人の、健康に育てられる、産む健康に優れたね、子供を作れるという、ね、で、そういうので僕は美人の女性が非常に好きでね、徹底して学習するんですよね。教わるわけですね。で、というので体の再生というか、体を作り直すっていうことが少しできるんですよ。ダメになった体の一部をね、これ育て直すという、作り直すというかね、そういう機能を持ってるんですね。美人の女の人をね、優れた、ね、能力持ってるんですよ。その能力はすごいわけですね。ただもう40歳ぐらいになっちゃうとダメになっちゃうんで、子供を作れなくなっちゃいますから、だんだんね、いい子供はもう作れなくなっちゃうんですよ。それは問題があるんですけどね。その若い時のその優れた能力ですね、これを各自の体を弱めた、ね、細胞とかね、を再生するという技術に私は研究しておりましてね。で、年取ったら死んじゃうというのは再生できなくなっちゃうんですね。みんなね、男も女もね。で、女の人が少し、男の種類が長生きというのは、その女だけ子供を作れる再生装置というか、製造装置というかね、子供を細胞を育てる力を持ってるんですね、持ってたわけですよ。だから強いんじゃないかということなんですね。長生きできるの、少しはね、ただ40ぐらいになるとダメになっちゃいますけども、少しそういう能力をね、美人の女の人は持ってる。ただ子供を育てるというか、作るという、じゃダメな、意味ないんですよ。
あの煩悩ばっかし生まれますからね。生まれ産んだってあの優れたね能力の、ね、子供じゃなきゃ意味ないわけですね。そんなの産んだってやってて邪魔になるだけだから、天下で邪魔になるだけで悪いことしかしないですからね。ね、で優れた人はその優れた自分やっぱ能力の体にやっぱりなりたいわけですからね。当然あの落ちた体にね再生したって意味ないわけですよね。まあそういうことでね、私あの美人の女性が非常に好きなんですね。若い美人の女性がね、ということなんですね。これいろいろ私も研究してるんだけども、まあ細胞をね再生というかちっちゃな細胞からまた育ててちゃんとした立派な、ね、細胞に ねしていくと、体の弱った部分ですね再生していくと、この能力ですね、これを一生懸命勉強してますけども、考えながらこうね頭を上をこんなしながら、ね、体の肩凝ったらこうやってねこの首筋の回転とか縮めぐり良くしたりとかね、今私足がね非常に冷やすくなってて足がねあの弱いんですよ。それでねあの電気毛布にしっかりくるまって熱くさせて、足の細胞って血液も循環が悪いんですね。またねそれをは当然やってるんですけど、で足がねあの死にやすいの、私の足がね、凍結じゃないけどもすぐ冷えちゃってね、あの血液の循環が悪くてやばくなってるんですね。でそうかといって心臓から余分に、ね、あの血液を送る余裕がないんですね、今体に他に言う。だから最小限でエネルギーでね酸素とか栄養とかね